はい、注目コースいきましょう。ウルティメイトマリオブラザーズ3レベル。あー懐かしい。どのマリオシリーズもなんかこうそれぞれ違ったね、違った懐かしさがあるよね。まあそりゃそうか、違った懐かしさもやっぱね、音楽を聴くだけで幸せなわけですよ。やっぱこう世代の人間としてはね、音楽を聴くだけでこのインターフェースね、たまらないですよね。あーマジか。いやでもさ、最近の若い子とかはさ、ああ危ない。マジですか。最近の若い子はリアルタイムでマリオ3とかじゃないわけじゃん。どういう気持ちでこの昔のインターフェースを遊ぶんかなっていうのはちょっと思うよね。ああ、まあ、でもあれか、ファミコンリミックスとかでさ、何？ファミコンのゲームだけど、俺よりやっぱもうちょっとさらに上の世代が遊んどったんだろうなっていう内容のゲーム、エキサイトバイクとかさ、ちょろっとやったことはあったけど、やっぱり、なんかこう、初期のファミコンのゲームとかって、あんま面白くないよね。あんま面白くなくって。なので、もうクリアか。よいしょ。なのでやっぱね、マリオと比べると昔のは面白くない。で、同じようにこう、今のね、若い子たちがこのマリオ3、昔を見たときどう思うのかなと思うね。よし、じゃあ終わりましょう。ありがとうございます。